席は4号車です。指定席は2号車、3号車、5号車、6号車です。離陸車は1号車です。列車には車内カーテンがございます。あらかじめ多くでお確認するので、ご乗車ください。1号車は座席は5号車です。指定席は2号車、3号車、5号車、6号車、自由席は4号車です。グリーン車は1号車です。座席の向きが進行方向と逆向きとなっていますが、岐阜から高山線に入りますので、あらかじめ向きを変えてあります。およそ20分ほどですので、座席は ご利用いただきましてありがとうございます。この列車は特急飛騨1号高山行きです。停車駅は尾張一宮、岐阜、鵜沼、美濃太田、白川口、飛騨金山、下呂、飛騨萩原、飛騨大阪、久久の高山です。車内のご案内をいたします。前から1号車、2号車、3号車、4号車、5号車の順で、一番後ろが6号車です。指定席は2号車、3号車、5号車、6号車、自由席は4号車です。グリーン車は1号車です。化粧室は1号車、3号車、5号車、くず物入れは各デッキにあります。無料 Wi-Fi サービスは全ての号車でご利用いただけます。座席の向きが進行方向と逆向きとなっていますが、岐阜から高山線に入りますので、あらかじめ向きを変えてあります。およそ20分ほどですので、座席はそのままご利用ください。携帯電話のご使用についてお願いいたします。携帯電話はマナーモードに切り替えるなど、周りのお客様の迷惑にならないようお願いいたします。次は尾張一宮です。おはようございます。本日も JR 東海をご覧いただきましてありがとうございます。この列車は岐阜から高山線に入ります。特急飛騨1号高山行きです。この先の停車駅と到着時刻をご案内いたします。次は尾張一宮に停まります。7時54分の到着です。岐阜8時4分、岐阜から高山線に入りまして、鵜沼8時17分、美濃太田8時26分、白川口8時48分、飛騨金山9時4分、下呂9時25分、飛騨萩原9時35分、飛騨大阪9時46分、久久の10時3分、終点高山には10時16分の到着です。お客様にお願いいたします。駅及び車内への危険物の持ち込みは禁止されております。不審なものや行為に受けた気の場合や迷惑行為を受けたり見かけられた時は、車掌または駅員の前にご注意ください。緊急を要する場合は車内の SOS 装置である非常ボタンを押して情報をお知らせください。なお非常ボタンを押し
車ありがとうございました。終点高山です。この列車は車庫に入ります。ご乗車できませんのでご注意ください。
右側先頭1号車、2号車の順で、最初は後ろの向こう側になります。入席は左側の2号車。